ラスケ明治43年9月13日は、明治期の日本の官僚、政治家、郷は西子。明治時代の歴代内閣で、閣僚職を歴任した。伊藤博文が暗殺された後に、第2代韓国党官に就任し、韓国併合を進めた。長戸国議藩の過労の宍戸市の出身で、宍戸淳平の三男として生まれた。通称、関三郎。 ソネ肖像工場の養子となり、ソネ聖を名乗るようになった。17歳ながら過労格の家柄のおかげで、長州藩兵の小隊長として、母親戦争初期に従軍した。明治維新後、明治元年、明治政府に出資を命じられ、公平取締りに任じられた。明治5年、フランス留学を命じられて5年後に帰国。明治12年、陸軍省勤務。翌年から、 陸軍士官学校勤務を兼ねた。明治14年に大乗官書記官に転じ明治19年4月に内閣記録局長、明治23年に初代衆議院書記官長に任命された。この任を2期務めた後、第一次松方内閣の解散に伴って衆議院選挙に出て山口4区から初当選を果たした。会派は、 品川矢次郎が主催した国民協会に属したが、明治26年に中フランス全権行使に任じられた。しかし日清戦争の後には中ドイツ全権行使青木修造とともに三国干渉では列強にやり込められている。明治31年に第三次伊藤内閣が発足すると司法大臣に就任。以後、農商務大臣、大倉大臣、 外務大臣等を歴任。特に日露戦争時は、外債の不足に苦慮したが、大倉大臣として退任を果たした。明治40年に初代党官副副党官として伊藤博文を補佐し、伊藤の退任後に韓国党官となった。曽根は、韓国併合反対論者で、併合論者の桂太郎首相に対して、桂はよく話して聞かせればわかると息巻いていた。 しかし結局、山形、桂に押し切られる形で、適当の時期に韓国併合を断行する、閣議決定に同意した。伊藤暗殺事件の直後から韓国併合を進めて、明治43年、伊賀により、同職を辞したが、併合の完成を病床で危機公拒。去年62、外交、内政、財政さらには、韓国問題まで。 幅広くこなした万能政治家であったものの、二流性格と称され、長州伐の実力者に肩を並べるには至らなかった。このことから、器用貧乏ともあだなされた。フランス公使時代は、公使官の一室にこもって、交際も何もせず、朝から晩まで花パイを引いてばかりいたため、花パイ講師とあだなされた。黒岩類校によると、1898年時点で10代の、 愛人を二人抱えていた。数ズは17歳の田中稲で、小松会県目掛けとして雇い、在館中は稲と共に官邸に宿泊し、日曜ごとに赤坂大町の辞邸に稲を伴って帰るのが常で、その傍ら、三十軒堀の花三章の花か19歳の元にも足しげく通っていた。1911年、江ノ島の立野が丘に、時の首相、 桂太郎天学による聖子ソネ君碑という巨大な懸賞碑が建てられた。これはソネの別荘が片瀬にあったためである。専文は三島武史、書は高島九宝。なお、この石文には1923年9月1日の関東大震災で破損し、翌年11月に修復したと刻まれている。ソネアラスの石文、ありがとうございます。